パンツ探したぞ。ジータン、スコールも来てくれたのか。平気そうだな。いや、強そうな奴らがいっぱいでさ。あと、それより見ろよ。あいつらから奪ってきたんだ。勝負は俺の勝ち。なんだよ、散々心配かけといて。ちゃっかりしてんな。待て、これは。じいちゃん。ようやく会えたね。クジャ、君の友達はいい駒だ。疑いもせず君に罠を届けてくれたよ。全部お前の仕業か。俺の仲間はどこだ。この状況でまだ人の心配をするのかい。ずっとするよ。答えろよ。一人は不安かい。守るべきものが全て消え去ったら君はどうする。何？同じ運命を背負う者として試してみたかったんだ。自分の無力さを知った時、君の心がどう砕け散るのかを。仲間が傷ついても今の君には何もできない。囚われの小鳥のようにカゴの中から友の悲鳴を聞くだけ。黙れ！君の独演、ゆっくりと眺めさせてもらうよ。みんな。みんな、俺、どうしたらいい？デートならまたにしてくれよ。ジタン、恐れないで。だけど俺、あいつらに何もしてやれないんだ。どんな状況でも、できることはある。そうでしょ。でももう手遅れかも。仲間はあなたを信じている。あなたが負けるとは思っていない。あなたも彼らを信じて。みんな信じる。あなたの仲間は強い。そっか。簡単にやられる奴らじゃないよな。みんなの無事を確かめに行くよ。それが今の俺にできることだ。ありがとな、コスモス。レディを勇気づけるのが俺の役目なのに、かっこ悪いとこ見せちまった。その優しさがあなたの強さ。コスモス！俺、もう迷わないよ。
じゃ。そこをどいてくれ。君に道は必要ないだろう。仲間のところに帰るんだ。なぜ諦めない。一人がそんなに嫌なのかい。信じてるからだ。信じる他人を。仲良しごっこにすがるっていうのか。信じる気持ちは遊びなんかじゃない。お前にだって仲間がいるだろ。仲間？僕をあんな下賤な連中と一緒にするな。でも、はあ、失望したよ。救いのない悲劇を楽しもうとしていたのに、とんだダサくだ。こんな愚かしい戯曲には終止符を打たなくちゃ。僕が奏でてあげるよ、君のレクイエムを。うるさい曲だな。まだ第一楽章だよ。わかってるさ。クライマックスはこれからだ。これは悲劇なんだよ。筋書きなんて変えてやるぜ。あいつらがいる限り負けるわけにはいかないんだ。なあクジャ、誰かを信じるってそんなに難しいことか。他人を信じて何になる。一人で何もできないから集まるんだろう。信じてれば自分の道だって見えてくる。雑音だ。耳障りだよ。認めないよ。終幕の時喝采を浴びるのは僕なんだ。クジャ、あれって、おーい、信じて待っていてくれる人がいる。だから俺はどんな試練にも立ち向かえるんだ。今までも、そしてこれからも、きっと。帰ろう。いつか帰るところへ。恐れを勇気に変える力、それは仲間への揺るがぬ信頼。たとえ世界が絶望に包まれようと、この輝きは失われることはない。思いあふれるクリスタルを追いかけ、今彼は仲間の名前を呼ぶ。